さあ続いての質問です。ロスチャイルドとロックフェラーの語源はルシファーから来ていますか？ロスチャイルド、落ちた子、はいはい、ロックフェラー、ルシファー、はい、この2行の質問なんですけれども、まあね、ルシファー、ちょっと昔自分の子供にあの悪魔って名付けた親がいてね、あったんだよ。でそれを登録しようとしたんだけど、さすがに市役所はそれは困ると。字もそのまま漢字二文字、そのままですね。まあ、その理由は詳しく分からんけど、水木しげるさんの悪魔くんってのあったから、まあいいだろうっていうような解釈なのか、かっこいいじゃんっていうそういうノリでやったのかもしれないけど、まあまあそれはちょっと、まあ話はちょっと、別の話になっちゃうけどね。まあ、あの大きな力を持ってるんですよ、この2つとも、財団としてもね、はい。で、まあまあ、これ話すとこういうこと本当にたくさん時間かかるんだけど、まあ、この意見に関したら、まあ、そうも取れますねとなるほどね、確かに、あの、まあ、これはまあ知られた話ではあるんだけどね、まあ、そうも取れますねと、はい、ということと、で例えばロスチャイルド家に生まれた赤ちゃんが全部悪人かと言われるとそうではない。お子ちゃんに罪ないですからね。そうですね、まして幼児には罪がないわけで、要はどういうふうに育っていくかが問題なんだよな。だからその名前がそう悪魔に近い名前があるから、すべてが悪とは限らん。だから難しいところなんだよ。要はここが難しいところだな、だから例えば、まあ、戦争なんか起こるとね、はい、アメリカはあのパールハーバーやられちゃったじゃん、じゃあジャップとか言ってね、もう焼き殺しても構わないんだっていうのはわーって急に起こるわけ。なぜならあれはもう人類じゃない、あれ猿だっていう、そうなんですよ。あの時の極論なこと言うと、あの日本人じゃ人間じゃない、人類じゃないんで、猿なんでいくら殺しても構わない。だから絨毯爆撃やるわけですよ。日本は戦争した時はハワイなんかそうだけど、民間の家とか爆撃してませんからね。軍事施設のみを集中的にありましたから、波状攻撃も全部そうです。はい、アメリカはもう最初からあの人間を、日本人の一般人を焼き殺すっていう戦略ですから。すごいですね。そうですよ、だからもちろん中国もね、あ、じゃあ日本も中国一回爆撃はしたことあるけれども、実はアメリカの感覚とは、まあ、やられた